Hey, what's up? 山本です。私は今沖縄那覇空港に来ております。先ほど日本航空のフライトを使いまして、大阪伊丹空港から沖縄那覇空港までエアバス350の初便に乗ってやってまいりました。本日お届けする動画もフライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元ベリーが、私山本が旅の情報をフライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回はエアバス350の大阪からのフライト遅延してしまったため、あまり時間がないため今回ここからお届けいたします。ラウンジも寄らずに、この後は直接搭乗口に向かって飛行機に乗っていこうかなと思います。今回利用する航空会社は日本トランスオーシャン航空になりまして、行き先は石垣空港行きになります。 YouTube やってから石垣は初めてじゃないかなと思います。なので今回は JTA を使った石垣行きのフライトレビューを楽しみください。本日搭乗する機材はあちらに見えております。そして日本トランスオーシャン航空等に7つの800に乗っておりまして、ジンベエジェットでも乗っております。搭乗口に着きました。今回22番搭乗口ということで、先ほど25番搭乗口に着きましたので、斜め前といったところでしょうか。沖縄県内の路線は対象外になりますので、この点だけご了承ください。沖縄と本州を結ぶ路線でのみ使うことができます。他には JTA オリジナルの AR の案内、こちらが入っております。 JTA 機内エンターテインメントガイドということで、こちらのカタログと、最後は機内紙コーラルウェイ、これらが入っておりました。本日のですね、7-A ということで、クラス J の後ろ、普通席でいう最前列になっております。なのでご覧いただいている通り、足元
かなり広々使うことができます。目いっぱい足を伸ばしても私の足では届きそうもありません。これぐらい広いシートピッチになっております。なおこちらの座席、日本航空のフライトでも同じ座席ございます。ただし日本航空の場合はこちらの座席番号7ではなくて15になっておりますのでお気をつけください。本当にこの区画、足元ゆったり使うことができます。また非常口座席ではないのでクラス G の座席の下に荷物を収納することもできますのでかなりおすすめです。皆さんもぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。 JTA や JAL のボーイング737、ボーイング767型機の一部機材にはこのように随時 USB ポートが設置されております。ボーイング787、エアバス350に関してはあらかじめ USB ポート設置はされているんですけども、タイプ A のポートのみになっております。こちらのポートはタイプ C も付いておりますね。充電も便利です。 JAL グループではエンブライル190型機が一番最初に USB ポートが付いた機材になっております。本日のフライトは終始雲の上を飛行しておりますので下の様子何も見ることができません。残念です。石垣空港到着いたしました。こちらが本日搭乗したジンベイジェット、日本トランスオーシャン航空のボーイング 737-800 になります。本日は日本トランスオーシャン航空を使いまして沖縄那覇空港から拝島、石垣空港までやってまいりました。今いるのは展望デッキになりまして、この展望デッキなんだか特殊といいますか、これガラスなんですよ。反射してます。ガラスで上は吹き抜けなんです。不思議な展望デッキです。この展望デッキ来るの初めてですね。石垣空港10回以上来たことあると思うんですけども初めてです。石垣空港自体も2年ぶりぐらいかな、 YouTube 始めてから初めて来るのではないかと思います。2019年の4月ぐらいに来た記憶があります。ちょうど今飛行機着陸しました。今回指定した座席7の A の座席になりまして、クラス J の真後ろの席で普通席ですと一番前の座席になります。めちゃくちゃ足元が広く使えるのが特徴の座席になります。この座席は日本航空のボーイング 737-800、 日本トランスオーシャン航空のボーイング 737-800、 これらにしか設定ございません。 ANA やその他の航空会社クラス J という座席がありませんので、このような広々とした座席もありません。非常口をしのぐ広さではないかと思います。基本的には上級会員向けにブロックされている座席になりますので、もし上級会員じゃない方が座りたいなと思われた際は出発のギリギリですかね、その時にカウンターによって空席待ちカウンター等々、羽田とか大きい空港であればありますので、そういったところでここ空いてませんか、座れませんかという交渉をするのも一つの手かもしれません。確実に座れるという保証はございませんので、あらかじめご了承ください。本当に広々使うことができたので大満足です。そして気がついたら USB ポートある機材多いんですけど、 USB のタイプ C のポート、これあるのが珍しいなと思ったフライトでした。
今回のフライト動画ここで失礼いたします。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行した気分を味わいましょう。その際の旅行は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。